山川幸男から1922年5月26日は戦前日本のドイツ文学者。ドイツに15年間留学して法律を学び、帰国後、第3高等学校、第1高等学校でドイツ語等を教えた。妻は、歌人、山川隆子で、子に、舞台演出家、山川幸男、歌人、山川八重がいる。明治元年1月28日。 土佐国高知水通り町に土佐藩囲山川幸喜の長男として生まれた。当初は医師を志し、1883年、本郷区大町の私立ドイツ学校に入学し、ドイツ語、数学を学んだ。1885年10月ドイツに自費留学し、ブランデンブルク州ポツダムギムナジウム教授、オットフリードリヒカタに寄宿してドイツ語、 1886年3月からは、ラテン語を学んだ。1887年、フハルオ・ウィザムスキーに、歴史、地理、数学、イギリス人ロジェーに、英語、高等女子校長、シュミット・フランス人ピグーにフランス語、高等学校教師シュロスマンにギリシャ語を学んだ。1888年4月、ポツダム市立中学校に、入学。 1889年4月ベルリン大学法学部に入学し、1893年4月からローゼンベルク博士に広報を学び、1895年からベルリンシック裁判所ハンジビックについて、商法、民法を研修した。1898年夏ゲッティンゲン大学法学部に移籍し、カールルートビーヒォンバールの指導を受け、1899年、 共同生犯の理論に寄せて、ドイツ刑法第47条の解釈に対する一、寄を提出。1900年3月8日、法学前科の高等試験に合格し、両法学博士を授与され、4月17日ジェノバからザクセン号で帰国した。10月20日、ドイツ東洋文化研究協会に入会した。1902年8月26日、京都市第3。 高等学校教授となり、ドイツ語、法学通論、ラテン語を担当した。当初大学予か一部三年校休長。1903年に一部三年をつ9、休長。1908年1月19日第一高等学校教授となり、日本大学、法政大学でもドイツ語、法律を教えた。晩年には、ローマ法の研究に取り掛かったが、 アルコールと極度の勉強のため腸を患い、1913年9月休校、12月25日退官した。1914年1月20日生後、位。1922年5月26日午前9時15分、大塚の自宅で死去し、29日谷中斎場で新式葬儀が行われ、谷中霊園公房13側に葬られた。を信仰したため、 解名は受けなかった。五女、山川八千恵。ありがとうございます。